めちゃくちゃありがたいお言葉をくれているのに顔の可愛さにびっくりしてしまいもうそれどころではなく平野の仕様だからこそ言える言葉だ夢の追求は簡単な道ではないでもその先に広がる多様性と豊かさは言葉では表現できないほど価値があるデジタルハリウッド大学が放つ新 CM 公式60秒みんな自分の人生を生きよう自分らしく生きる2024年編は 夢を追い求める者たちへの励ましと刑示が詰まっている。平野紫様が綴る真摯なメモの中で、彼は夢を追いかけることの複雑さと重要性について深く語っています。彼が指摘するように、夢に挑戦する過程には必ず困難や諦めたくなる瞬間が訪れる。しかし、その先には自らの可能性を広げ、新たな視点を得るチャンスが待っているのです。 デジタルハリウッド大学の新 CM は、夢を実現する道は明確ではなく、途中での選択が正しいかどうかもわからないという現実を率直に伝えています。しかし、それでも夢を追い求めることが最終的にはやりがいのある楽しいものになるという確信が込められています。このメッセージは、未知の未来に立ち向かいながらも、その先に広がる可能性に向けて一歩を踏み出す重要性を強調しています。 夢を持つことは単なる儀式ではなく、自らの人生を豊かにし、多様性を受け入れる一環でもあると平野史洋は伝えています。彼は、現時点では正解が見えなくても、最終的な選択は自分で行うべきだと認識しています。自分らしく生きることの大切さを強調しながら、他者の期待や制約にとらわれず、自由な発想で人生を切り開いていく姿勢を示唆しています。デジタルハリウッド大学の CM は、 ただの広告ではなく、個人の内面に訴えかけ、自分の夢に向かって進むための力を与えてくれる存在となっている。夢は個々のものであり、その実現は多岐にわたる。それを理解し、異なる視点から夢を再構築し、自らの人生を独自にデザインしていくことが求められている。この CM が提案するのは、単なる夢を追いかける姿勢ではなく、夢を見つけ、 それを追求する中で個性や多様性を受け入れ、他者とも共有していくプロセスなのです。最終的な目標だけでなく、その過程がもたらす新たな発見や人間関係こそが、真の豊かさを生み出すのかもしれません。公式60秒、みんな、自分の人生を生きよう。自分らしく生きる。2024年編は、単なる広告の域を超え、コミュニティ全体に夢と多様性のメッセージを届ける力強いメディアとなっています。 未知なる未来への挑戦は簡単ではないかもしれませんが、その先に広がる可能性こそが、私たちをより豊かな人生へと導くのでしょう。デジタルハリウッド大学は、私たちに新たな視点を与え、自分の人生を生きる勇気を与えてくれる存在となっています。